いやー怖いな怖いな。すいません、稲荷の外側まんじゅのユニフォームを作っちゃうリスナー、怖いですよね。申し訳ございました。私、稲荷の外側まんじゅと申します。以後おーびしりおきよ。さあ本日はどう考えても季節外れの心霊スポット紹介ですよね。この予感から内地で少しバズかってるぞ。あとですね、聞いてください、なぜかすぐになくなる家の白い爪切り、怖いですよね。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。何なんでしょうね、爪切りと櫛ってめっちゃなくなりますよね。あと小さめのハサミもね。さあそんなことはいいんですが、さあ本日は夏も終わって寒くなってきたこの時期にぴったりの動画を作ってきました。文句を言わないでください。本日はカープ、お好み焼き、そして仁義なき戦いで有名な広島県の心霊スポットを紹介していこうと思います。もし文句あるんじゃったらいつでも玉取り来いや、踊れ踊れということでございます。じゃあ早速紹介していきましょう。1つ目、小峠。小峠じゃないですよ。はい、こちらはですね、別名魔の峠と呼ばれております。ここでは自殺や事件、そして事故が多発している場所らしくて、あまりに自殺とかこの事故が多いことから、お地蔵様が祀られ始めたそうなんですが、ある日事故に遭いそうになった方が、あ、お地蔵様が助けてくれたんだと思って、後日お礼を言いにお参りに行ったところ、手を合わせていたら後ろから死ねばよかったのにと聞こえてきたなんて話もあります。怖って話ですよね。しかもこのお地蔵さんっていうのが1体だけじゃなくて全部で7体あると言われていて、だからそれを全て見つけてしまうと死ぬとか呪われるとか言われてるんですよね。祀っとったんちゃうんかいって話なんですけど、ここは広島県民なら誰でも知ってる最強心霊スポットと言っても過言ではない場所の一つです。そしてこの場所なんですけど、平成8年に起きた広島タクシー運転手連続殺人事件のこの犯人が遺体を遺棄した場所でもあるんですよね。もしかしたら今も亡くなった方たちの怨念が峠をさまよっているのかもしれません。次です、2つ目、黒瀬病院。はい、こちらはですね、静かな住宅街の中にある廃病院で自殺があったと噂されています。深夜になると誰もいない病院から足音が聞こえたり、屋上を見上げると誰かが手を振っているという目撃情報があるそうです。あとはやっぱ不法侵入とか落書きとかがすごいそうなんで、多分ヤンキーがたまりにたまってますね。なので屋上から手を振られても手は振り返さないようにしてください。幽霊とかじゃなくても、まあ、ガチの喧嘩になってしまうかもしれません。次です、3つ目、明神三連トンネル。はい、こちらはですね、名前の通りトンネルが3つあるんですけど、まあ、すごい簡単に言えば三連ドンちゃんみたいな、はい、まあ、それぞれトンネルで起こる現象が違うんですけど、まず1つ目のトンネル、座ってる老人がいる。そして2つ目、子供の泣き声が突然聞こえてくる。そして3つ目のトンネル、反対側から自転車に乗った警官が走ってくる。もしこのトンネルに行った際にこの3つに遭遇した場合、帰りに事故に遭って死ぬと言われております。まあ、2連目ぐらいで普通は帰るんですけど、ただこちら現在は通行禁止になってるそうでして、その理由がこの3つを見たいということで、この心霊スポットに人が溜まりすぎたからなんて言われてますね。ただ老人と子供って雰囲気的にわかるんですけど、3つ目の自転車に乗った警官って、これは普通に生きてる人でしょ。ヤンキー来すぎて巡回しとんのよ。しっかり繋がってるやん。1つ目2つ目ではしゃいで、3つ目で警察が来たってだけでしょ。巡回しとんのよ。次です、4つ目、鏡山公園。はい、こちらね、桜の名所として有名なんで知ってる方多いと思うんですが、あ、綺麗ですね。こちらもともと鏡山城というお城があって、合戦が起きてたくさんの武士たちが亡くなっています。で、公園内に井戸の跡っていうのがあるんですけど、この井戸が戦の時に血で溢れ返ったっていう風に言われてるんですよ。深夜に男性の苦しむような声が聞こえたり、落ち武者の霊の目撃情報もあります。まあ、もしかするとまだ戦は続いてるのかもしれません。ちなみにデートで行ったその日の夜は関ヶ原の合戦になると。怒られるぞお前。次です、5つ目、二の島。はい、こちらの島なんですけど、あの広島原爆の被害に遭った方が暑さから逃れるために川に飛び込んで、その方たちの遺体が海流の関係から流れ着いていた場所と言われていて、さらにね、戦時中の野戦病院の役割も果たしていたために被害者が運び込まれた場所であって、その数は1万を超えたとかいう話もあります。遺体が多すぎたために馬の焼却場も使って遺体を、ね、焼却したりしていたそうです。まあ、それだけね、この戦争っていうのは恐ろしいというのが分かりますよね。工事なんかで山を掘り返すと人骨が出てきたりとか、深夜にラッパの音が聞こえたり、行進をするような足音が聞こえたりとか言われています。このような場所でふざけ半分で花火をしたりとか、いたずらを行ったりしないようにしてください。次です、6つ目、魚切ダム。はい、こちら心霊スポット定番のダムなんですけど、こちらのダムはですね、昼間はすごい景色良くて、よく散歩する方とかいらっしゃるそうなんですけど、まあ、噂では女性の入水自殺があった場所で、現場の近くには戦時中の遺体処理場などがあったことから、女性の幽霊の目撃情報や皮膚が立たれた人間の幽霊が出ると
言われております。さらに写真を撮るとオーブのようなものが映り込むとか、人を写すと手足が透けている写真が撮れるなんて噂もされています。夜は散歩とかできるようなあれじゃないんですね。しかもこのダム、ちょっと裏話で893の方が昔死体を捨てる場所だったなんてことも言われてるんですね。怖いよ。もしかしたらまだ見つかっていない遺体があるかもしれないということです。まあこれはあくまでも噂なんで、もしそっち系の方とね鉢合わせたら、まあ、即逃げてください。次です、7つ目、能賀高原。はい、こちら高原で山にそびえるね、この姿は出るぞと言わんばかりの建物なんですが、こちら1971年ぐらいにもともとホテルとかキャンプ場とかあったんですけど、行きづらいとかがあって客足がどんどん減少して結局倒産したんですよ。で今ではなんか取り壊されずに廃墟だけ残っているとかで、この廃ホテルでは廃墟になった後に殺人事件があった、もともと実は墓地だったんじゃないかなんて噂もされています。ちょっと思うんですけど、このこういう噂っていつ誰が言い出したんでしょうね。毎度さらに現在ここまでの道のりが危険なことから立ち入り禁止になってるということですね。なので行かないようにしてください。次です、8つ目、福山グリーンライン。はい、こちら有名な場所なんですけど、景色のいいドライブコースでもあるがゆえに若者たちがかなり飛ばして事故が多発していた場所でして、一時期危ないということでバイクの通行が禁止になったりもしていたんですね。ただ一説の噂で後ろから抱きつかれてアクセルを勝手にひねられるなんて噂もあったんですよ。でここにはトンネル、そしてお地蔵さん、慰霊碑とかありまして、事故で亡くなった方たちが助けを求めてると言われています。さらに過去には誘拐殺人事件なども起きていて、子供の泣き声が聞こえてくる、深夜のトンネルに子供が一人でいたなどの目撃情報もあるんですね。他にも有名な話で言えば、0時過ぎにトンネルの中で車を止めてライトを消すと女の幽霊が現れるなんてのもあるんですけど、すいません、ちょっと思ったんですけど、これ事故の原因じゃないですか。トンネルの中で停車して電気消したら追突されるでしょ。これやんないでください。次です、9つ目、関川荘。はい、こちらはですね、昭和30年代に日帰り温泉などを楽しめる施設だったそうなんですが、現在廃墟になってる建物で、温泉のあった場所の近くにあるトイレがあるらしいんですけど、そこに女性の霊が出るそうですね。さらにこの建物の近くには滝があって、そこにもお地蔵さんが祀られていて、詳しくはわからないんですけど、まあ、この女性の霊とこのお地蔵さんなんか関係があるのではないかと言われています。でなんかお地蔵さんがあるところって結構心霊スポットに多い気がするんですけど、やっぱ供養のためなんですかね。なんかあるのは気のせいじゃないと思うんで、まあ、なんかわかる方いたら教えてください。最後です、灰ヶ峰。ちょっと一回霧ヶ峰って読み間違いかけたんですか。はい、こちら夜景の綺麗なデートスポットなんですけど、2013年にこれ実際に起きたんですけど、当時16歳の少女が LINE で口論になった少女を殺害して、この灰ヶ峰に遺体を遺棄したと言われている広島 LINE 殺人事件の現場なんですね。他にも自殺遺体が発見されたりしていて、プラス自殺の名所なんて言われております。ここに行くと体調が悪くなったなんて体験談もあるんで、デートに行く際は気をつけてください。その事件の内容も恐ろしいんで、気になる方は検索してみてください。はい、というわけで心霊スポットは以上になるんですが、最後にね、今回ちょっと余談なんですけど、なんか日本各地の心霊スポットを紹介してて思ったことがあって、心霊スポットってトンネルとかダムが多いなと思ってて、なんでだろうと思ってたんですけど、ちょっと個人的に調べてみたら、皆さん一度は霊は水場に集まりやすいって聞いたことあると思うんですよね。これが一つの理由みたいですね。ただトンネルって水関係ないじゃんって思うんですけど、最近の比較的新しいトンネルで心霊スポットですよってあんま聞かないじゃないですか。ただ昔のトンネルって劣化して水漏れなどをしてる場合があるそうなんですね。あ、水みたいな、暗くて水があってジメジメしてるような場所なんで、心霊スポット多いのかなと思いました。あとそういうパワースポット的な何かあるんでしょうね。自殺する方が多い場所など、そういった人たちを引き寄せるね、何かがあるんだと思います。ちょっとこっち系に詳しい方いたらコメントお願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。広島県の心霊スポットを紹介させていただきました。広島県はね、軍事施設などが多かったことから、戦時中関係のスポットが多かった印象がありました。遊びで行って何かあっても責任取れないんで、軽い気持ちでいたずら半分で行かないようにしてください。紹介できてない場所もたくさんあるんで、広島県民の方はコメントお願いします。以上です。いやー、怖かったですよね。改めて申し遅れます、稲荷の外川万次と申します。次回の心霊スポットはツイッターの方で募集します。ぜひフォローしてください。いやー、怖いな怖いな。ツイッターでフォローしてくるくせに、フォローしたらフォローを解除する人、怖いですよね。